55歳おじさんの旅、おじ旅。朝4時半に起床して、混まないうちにスタート。三重から愛知、名古屋へ向かう。雨が小降りになってきた。7時を過ぎてだいぶ混んできたので、ファミリーレストランで仕事を行う。まずはフリードリンクのスープとジンジャーエール。ガストは電源が使えるので、大きいノートパソコンも時間をかけて仕事をすることができる。コーンたっぷり。まもなく料理到着。この猫型ロボット配膳機もだいぶ慣れた。500円モーニングはパンをご飯に変えて、ご飯の上に目玉焼きとサラダを乗せる。ロコモコ風だ。ちょっとアレンジするだけでおしゃれなモーニングになる。モーニングの後2時間ほど仕事をして、車移動。愛知県岡崎市の神社でライフワークの神社参拝を行う。鳥たちの美しい合唱がとっても心地いい境内だ。12時を過ぎてお腹が空いたので、神社のほど近くにあったスーパーでお弁当を買う。テーブルを設定して430円のお弁当を置いてお湯を沸かす。沸かしてる間にサラダ作り。レタスをちぎってオリーブオイルと岩塩を振りかける。味噌汁は小分けにした10円のもの。お昼ご飯完成。食後は UCC の無糖コーヒー。1リットル100円なので1回10円分で、これが一番コスパよく美味しい。お腹いっぱいになって2時過ぎに出発。愛知県から静岡県に入る。そして浜名湖に到着。美しい浜名湖の夕日をしばし眺める。そしてスーパーで夜ご飯の買い出し。タッパーウェアに氷を入れてクーラーの一番底に置く。そして卵、うどん、もやし、しめじ、トータル約500円。4時半になると辺りは薄暗くなり、5時を回ると真っ暗だ。今宵は遠州森町パーキングエリアで車中泊。芋焼酎とあてを食べながらうどん作りを始める。車内で火を扱うときは一酸化炭素検知器が必須だ。鍋にミネラルウォーターを入れて火をつける。水を温めながら具材を入れる。具材のカットは全部ハサミだ。4倍濃縮のだし、焼酎を飲みながらうどんが温まるのを待つ。最後に揚げ玉を入れて完成。
うどんを食べた後8時頃まで団らんをして寝る。本日のおじ旅はこれで終了だ。